西村誠二は、日本の俳優である。本名、西村誠二、旧芸名、ヒューガ・キンノスケ。旧漢字表記、西村誠二。1906年3月30日、北海道小樽市に生まれる。北海道町立小樽中学校を卒業後、満18歳になる1924年、兵庫県西宮市紅葉園の、東亜記念間公用撮影所に入社する。 1926年3月、同社を抜けて、小林十三や坪内志向らが結成した、宝塚国民座に一時期参加したが、翌年1927年3月には、東亜キネマに復帰、京都、当時院の京都撮影所に所属する。同年からは、ヒューガ・金之助の名で、井出金之助監督の、 夜行玉をめぐる女性や米沢正夫監督の光に向こう人々等に主演、準主演級で出演するが、1929年夏に同社を退社している。休養を経て、満25歳となった1930年、東京に移り、松竹蒲田撮影所に入社、西村誠二と改名する。以降は、脇役として出演を続け、 1936年1月15日、同撮影所の全機能が、神奈川県鎌倉郡大船町の小畜、大船撮影所に移転した際には、大船に移動している。1940年には、満州映画協会と小畜との提携作品、黎明諸行に、リュウ州と共に特別出演、同作は、同年9月22日に公開された。 1942年2月1日以降、映画法による戦時統制の時代にも、引き続き同撮影所で脇役出演を続けた。第二次世界大戦終結後も同撮影所に所属し、1948年中頃までの出演の記録が確認できるが、同年に死去したものと伝えられている。満42歳没。腰弁頑張れ出演時、万25歳。右は、 山口勇。腰弁頑張れ。左の医者が西村誠二。大人の見る解本生まれては見たけれど、出演時、二26歳。浮き草物語出演時、二28歳。中央が西村。右の後ろ姿は谷玲光。特筆以外すべてクレジットは出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター。 松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。すべて制作は、東亜キネマ京都撮影所。すべて配給は、東亜キネマ。すべてサイレント映画、ヒューガ・キンノスケ名義である。すべて制作は、松竹蒲田撮影所。 すべて配給は、松竹キネマ、特筆以外すべてサイレント映画、西村誠二名義である。特筆以外すべて制作は、松竹大船撮影所、戦時中の映画配給者による、配給以外すべて配給は、松竹、すべてトーキー、すべて西村誠二名義である。ありがとうございます。